里崎チャンネル。ジョン。ソーチェック。はい、今週もソーチェックやっていきたいと思います。月曜日ということでね、月曜日恒例野球がない日も里崎チャンネルで安心です。はい、どこよりも詳しく里崎が隅々まで12球団の試合をお伝えする里崎チャンネルソーチェック。全スポーツ番組勝つと、ね、いうところで一人でやってまいりたいと思います。じゃあ今回はセリーグから広島対中日、まあ、中日対広島、16日3対7広島、17日5対0中日、そして18日2対4広島、広島の2勝1敗の勝ち越し。広島は現在10勝9敗、借金1で3位、中日6勝11敗借金5で5位です。はい、金曜日の試合、まあ、中日はもうこの金曜日までで3回までの失点が圧倒的に多すぎるっていう、18試合中11試合3回までに失点。ちなみに昨日もそう、まあ、一昨日は完封で勝ってるから、だから20試合で12試合3回までに失点。もうこれがね、多分全てのね、範囲です。でしかもビシエドがいないっていうところでね、攻撃力がちょっと落ちてるっていうところで、まあ挽回できない。でしかもその3回までに失点した場合、3勝8敗1分けです。だから借金5、つまり3回までに失点して負けた試合が全部今のチームの借金になってます。だからこの3回までに失点するかしないかっていうところがドラゴンズが勝っていくために一番大きなポイントなんじゃないのかなと。やっぱりこの20戦で12回3回までに失点だから、6割3回までに失点してるんで、まあ、そこをねやっぱ改善していくのがドラゴンズが一番勝っていくために必要なんじゃないのか。でそう考えるとね、まだ試合内容入っていきませんけども、そう考えるとやっぱりその先発ピッチャーは、まあ、後ろがね、まあ、昨日祖父江が打たれましたけども、後ろがねやっぱりいいピッチャー揃ってて、ライデル・マルチネス帰ってきたっていうところで、もう先発は、まあ、もちろん長いイニングいけるに越したことないですけども、まず5回を必死に抑えに行く、もう全力を出し切って5回までしっかり抑えて、もうあともうバテたら中継ぎをお願いしますよと。でそのままうまく流れに乗ったら長いイニング行きましょうかっていうところがね、ちょっとこの1ヶ月間の試合、進めていく中でのこの負けてる要因ではないのかなって考えると、まあ、この戦法がね一番こうしっくりくるんじゃないのかなっていうところを考えながらね、まあ、この3連戦を復習していきたいと。でまあ中日はね、金曜日5回6回のね得点、チャンスに得点できなかったことがねすごい痛かったかなと。逆に広島はね、中田、菊池、森浦で大道、まあ、初勝利ね、で堀江、紅林とね、しっかり中継ぎ陣が盤石なリリーフ、まあ、去年のね中継ぎ陣がやっぱりいまいちで勝てなかったところをねしっかり補ってきた。その補う中でも森浦で大道、栗林のねこの3人の新人がいい形で機能しているところが素晴らしい。そして昨年も良かった堀江で菊池、中田と脇を固めていくことによって盤石の中継ぎ陣で、そこをねしっかり逃げ切ったっていうところもグッポイントね。で初回、ツーアウト満塁でねピッチャーエンド、二塁牽制悪送球バーン、ね、アイデアは良かった、ここはね。でもそういったところでミスしてると、またカーブもねこういらないところで負けが通じてくるんで、アイデアは良かったんで、そういったところのねこうしっかり練習っていうかね安定感を持っていかなきゃいけないなと。でまあこの日ね大瀬良が登録ね抹消になって、まあ遠藤がねこうまあお役がね回ってきたわけですけども、まあこういったところをねピッチングねいい感じでできてるだけにね、こういったところをちょっとずつね修正していきたいなと。で広島、中村翔成レフト出場、プロ初ヒット5回目ツーベース、グッド。カープはねもう、まあ、相澤はもう多分全試合出ないとしても、相澤、坂倉のこうツートップがいてってなった時に、まあ、なかなかキャッチャーでね、その後磯村もいるし、なかなか出てこれないところでこのレフトね空いてるところに出ていくっていうのは非常に、でしかもそれでね何かあったらキャッチャーもできるってなれば、キャッチャー2人でねいける可能性もあるし、こういったところで、ね、出場機会を得て、出ていくっていうのは非常にいい戦略じゃないのかなと。でこの後ね2アウト2塁になって、で相澤がね、セカンド内野安打で中村ホームイン、グワッツグッソーリーね。で5回裏2アウト満塁、バッター福留ピッチャー強襲の打球がね飛んで、でほろーっと転がったところをね相澤がすぐカバーしてファーストアウト、グッチ。こういったところねカバーリングも素晴らしかった、あれね行ってなかったらね点が入ってたっていうところでね流れが変わるかもしれない可能性があっただけに、ああいったところも非常に素晴らしいプレーだったかなと。で11日5対0で中日がね完封勝利、まあ中日柳ね8回116球6安打14三振1つのフォアボール無失点、
まあ、プレートをね一塁側から三塁側に戻して制球安定したかなと。まあ、低めにねバシバシ決まるし、なかなかあれじゃ打ちづらい。しかもねこのコーナーに行くねカットボールスライダー系も非常に良かった。まあ、あれを見てたらね結局あれはなかなか打てないからっていうね柳グッピッチングね。であと4回裏ねワンアウトに福留のライト先制タイムリーグッド。昨日もねツーベース打って43歳11ヶ月最年長402塁打41歳金本さん抜いたプロ野球13人目通算402塁打グッド。福留まだまだ元気ね。俺の一つ下誕生日来てんのかあいつ。43歳11ヶ月もうすぐ44歳。俺も5月20日45歳。で広島はね初回ワンアウトで西川はねライトツーベース変直ね真ん中から当たったかな。あの二塁ランナーね初期帰ってこれないところあるバーンと。あそこまで帰ってきてたらね序盤で流れをねもっと戻せたところをねあれを帰ってこれない。だからまあ基本セカンドランナーはノーアウトの場合はどこに飛んでも基本タッチアップで、それでホームに戻ってこれなくても仕方ない。でワンアウトの場合はどこ飛んでも常にハーフへで、それで取ったの確認してからタッチアップもしくは抜けたらこうって考えるともうちょっとハーフウェイでいなきゃいけなかったかなと。なかなかそこまでカメラが追われきれてなかったんでそこの映像は見れなかったですけど多分タッチアップしようとしてたんじゃないのかなっていう打球判断ミスバッと、ね、7回アレル・マルティネスサード内野安打打球は速かったけどもサードやのあれは、まあ、バットまではいかないけども処理してほしい。まあ、ああいったところをしっかり処理していかないとやっぱり一軍のプロレベルっていうところではねもう紙一重の試合でやっぱ負けに通じていく。でノーアウト1、2塁になって三ツ俣バント九里フィルダーチョイス焦ったね完全に。まあ、接戦で来てたんでねあの試合あそこまで多分その時まだね1対0だったんでやっぱもう1点もやれないっていうところで多分もうクリーバー焦ったね。でも完全タイミングセーフだったところ3塁ねフィルダーチョイスで、その後ネオにねライト線のタイムリーヒットを打たれてまあ3対0ね。まあここでちょっと勝負あったかなと。柳の出来あとね中継ぎの強靭さっていう考えるのもまあ勝負にいった気持ちも分かるんでバットまではいかないですね。ああいうとこもチャレンジしていかなきゃいけないからもう1点差の勝負だと思い切っていったのはまあ悪くはなかったけどもそう考えるとちょっとダッシュが甘かったね。もうちょっとダッシュした方が欲しかった。で中日ノーアウト満塁木下、初球三塁ファールフライこれはねバッとこの三ツ俣がバンドして満塁になって初球からあんな難しいとこ積極的なのはいいけども初球からあんな難しいとこ無理やり打つとこじゃないね。なんか追い込まれた感じだったね。でその後ネオが打ったからね非常に良かったですけどまあここねちょっとバタバタしたかなと。まあでもねこの接戦になったらこういうちょっとしたねこのミスが矢野の、ね、ヒットだったけどまあエラーっぽいでフィルダーチョイス、まあ、2個ね1イニングエラーしてこの接戦だとまあ命取りになるかなと。まあでもクリもね非常にいいピッチングしてたんでまあ負けたとはいえね別に悲観することもないっていうところで17日はね中日の勝利で昨日、4対2広島の勝利というところで、広島高橋光也トミー・ジョン3年ぶり復帰いやよく頑張ったですね。でまあテンポもよくストレートカットボールが中心的でまあ制球も非常に良かったかなと。あと腕の振りがちょっとテイクバックがちょっとコンパクトでちょっと見えづらいんちゃうかと。だからバッターは思ったより球速を速く感じてる可能性がある。そこでね若干差し込まれたりとかファールになってるところもあったんでちょっと見えづらいのかなと。あと体結構大きくなったなとこの3年間ね、まあ、トミー・ジョンで手術もあったけどもいろんなトレーニングも含めて体もね大きくなったかなっていうところで、まあ、今後ね、まあ、途中ちょっと1回ベンチに退いたりしてちょっと不安なところもありましたけども、まあ、怪我に気をつけながらねやっていけるといい感じでねジョンソンの代わりになれ高橋グッ、ね、で6回堂林セーフティースクイズピッチャー正面突きあれはセーフティースクイズとして、ね、成功しない。逆に6回裏三ツ俣セーフティースクイズ一塁側グッと。これちょっとねこの差がね対照的だったかなと。こういったところが勝ち負けになっちゃうんでやっぱ堂林はね勝ったけどもこういったところでね最後祖父江からねパパーンって打って逆転したからいいけどもこういったところが勝敗のね分かれ道になるんでやっぱりねしっかりコース狙ってセーフティースクイズの場合もねやっていかなきゃいけないなと。あと 2回8回クロンタイムリーグッツ復帰後グッツクローンやっと帰ってきてお帰り、ね、8回に打ったね祖父江からのスライダー多分あれはねこう抹消前だと空振りとかしてたところをしっかり捉えれてるっていうところは非常にね良かったんじゃないのかなと。あと2回のねライト方向っていうのも引っ張りだけじゃなく前反対方向にもしっかり捉えてるあれまあ怪我前はファールとかにしてた記憶があるんですけどそういったところでしっかり一発でね仕留めてるっていうところはまあ素晴らしいかなと。まあドラゴンズはね方程式で逆転されたのがきつかったですね。
やっぱこうああいうところでしっかり勝ち切ってねいかないとやっぱりこう勝ちに流れ乗れないっていうところ、まあ、あとはねビシエドがねもうすぐ復帰するっていうところで、まあ、打線のね爆発力を考えれば期待値上がるんじゃないのかなと、まあ、結果ね広島の2勝1敗のね勝ち越しになりました。さあ続いて DeNA 対巨人、16日、0対7で巨人、11日2対7で巨人で、昨日2対2で引き分け、2勝1分けで巨人の勝ち越し、巨人は首位阪神3ゲーム差貯金後、 DeNA は3勝15敗、借金12再開です、金曜日やっぱりね菅野のねグッペッチ6回4安打1四球完封ね、バッテリー大城中日戦とは1点外オースティンなど内のシュートインコースの使い方グッ、ね、だからなんかいろいろ見るとなんか大城は外一辺倒やって言うけど、そもそもインコースを意識されてたりインコースを使わなくても抑えれるんだったら無理にインコース行く必要ないのね。でもあのインコース行かなきゃいけない時に有効的に使ったのがこの DeNA 代表にして、まあそこで菅野がねついてこれたっていうところもありますけども、しっかりね外オースティンにまあねこうシュートをうまくツーシーム系ね使いながら、あとスライダーに頼らずフォーク多投したっていうところもね非常に良かった配球だったんじゃないかなと。あと岡本がねこの日3打数2安打3打点復調かっていうところでね、巨人19アンダーってもうボコ勝ちっていうね、しかも菅野ピッチャー強勝ヒットもグッともうね打つのもすごいっていうね。 DeNA 6回ワンアウト満塁、打者梶谷三塁線ねレフトとショートの間にカンチャンヒット、まあ、ツーベースになるんですけど、まあバットも行きたいところだけどもヤマトがね取れずグラブに触るも取れず、あとね佐野のねダッシュが遅いっていうところでね、まあでもこういうとこよ、ああいうところがしっかり難しいところでもこのピンチの場面でできるかできないかでやっぱ勝敗がね裏返っちゃうっていうところで、まあ、ああいったところをねやっぱしっかりそつなくしていかなければ、まあ記録上エラーではないですけどもやっぱりこうねチームとして勢いに乗っていかないし、やっぱりミスもね出てくるとやっぱ勝ちきれないっていうところになりますよね。で11日7対2で巨人、まあ、DeNA はね6回表2アウト満塁カットかストレートか分かんなかったですけど上茶谷ねワールドピッチ、まあそこから一気に崩れたんですけど、あれはねキャッチャー取れない正直無理、あともっと言えば峰井にもしまっすぐだってもカットだってもワンパンもあるよっていうね頭がちょっとでもあったらもうちょっとブロッキングの姿勢にねいけたかなっていうところはありますけども、でもあれは無理、止めれない、止めれたらラッキーね。でその後ねで何が良かったかってね、セカンドランナー梶谷ねよくホームを回ってきた、横浜スタジアム、まあ別にまあでもあそこ転がったとこだけちょっとね広くなってんだけども、よくねホームまで帰ってきてね走塁ねグッて会社にね。でその後ね大城がフォアボールになって勝木がスリーランガーッて、で吉川も続いてホームラングググググググーの内野からグーの内野からグー、この勝木に吉川、まあ、前回スパイラルグーが結構反響良かったんでいろんなグーをこれから考えていきたいなと。今のは2人でグーの内野からグーです。まあ、上茶谷ね、ちょっとね、緊張がね、気持ち切れちゃったかなっていうぐらいの、ちょっと甘めの制球になってね、ちょっとがっくりしたところをね、逆にそれをね、ジャイアンツ打線がしっかり仕留めたっていうところは素晴らしかったんだと。まあ、上茶谷ね、初回失点したから完璧な内容だったんですよね。いい形、しかも雨でコンディション悪いのに、いい形で頑張っただけに、ワイルドピッチ1球で状況が変わる。これがね、野球の怖さ。この1球のね、で勝負が決まってしまうっていうところ、あとはねそこをジャイアンツが畳みかけた。逆に DeNA はねそういう細かいところをやっぱりやっていかないとやっぱ勝ちにね結びつかないんで、やっぱ大雑把な野球してると、まあ、勝つときは勝つかも分かんないですけど続けて勝てないっていうところがねちょっとねこの金曜土曜目立つかなっていうね。18日、2対2引き分け、巨人今村ねゴッとナイスピッチ、まっすぐフォークスライダーとねいい形で攻めれてたんじゃないのかなと。しかも制球もよくね低めにしっかりコントロールできたかなと。で7回裏ね外にフォークボールでホームランを打たれるんですけど、これはね攻められない、外がすごい、外がくね、もう体勢崩しながら長いリーチでねしっかりバットを届かせてね、あとはパワーでホームランっていうね、あれはまあ打たれてもねそれはもう攻められない。今村も悪くないし配球も悪くない、ただ打った外がすごいね。で8回裏オースティンサードゴロ内野安打同点タイムリーで、これ2アウト3塁だったところ、このサード岡本大事できすぎたね、だからバットまではいかないけども正面入ったね、あれ逆シングルでいかないとアウトにできないんで、あそこをしっかりね逆シングルでいくって、あれがねやっぱね日本人的悪さだね、悪さが出たね教育の、まあ、何でも正面に入ろうっていうね、多分正面入ってまま座布団キャッチ教わりキャッチして多分まま投げても多分セーフだったかもしれない、アウトだったかもしれないけど、
あれをやっぱ逆シングルで取ったら、もう取れてたらもう 100% アウト。ああいったところを常に正面に入るんじゃなくて、ああいったね、この逆、これでもこの体が前が正面だから、これも正面でも、これも正面だからね、体の前だから。そういった意味では逆シングルでやっぱり取っていくっていう判断もね、まあ大事にいったっていう気持ちもわからんでもない。だからバットまでは出せないけども、ああいったところを逆シングルでね行く方が良かったかなと。あとね、4回裏打者ね、牧の時三塁線ダイビングキャッチガッツ、だからいいプレーもあるのよ。だからその判断でね、技術とかじゃなくて判断、そういったところのね、こうどっちで行くのかっていう判断をね、そのサードだからね、早い中で瞬時にできるっていうね、だから考えてやるんじゃなくて、もう体が反応するっていうのを練習からねやっとかなきゃいけないかなと。で、 DeNA はね、6回表、先頭岡本ね、スリーベース、センターね、桑原のチャレンジ、チャレンジするのはいいけど全然届いてないのね。しかもノーアウトだから、やっぱあそこは俺は行くべきじゃないと思う。あの梶谷のね、5回裏のダイビング、あれはランナー詰まってたからもう勝負で行くのはいいけども、桑原のはあれがもしランナー3塁とかで1点勝負でってなった時に行くんだったら俺はまだ分かるけど、あの状況のダイビングはバットまでは出さないけど、俺はダイビングじゃない方が、しかも、ね、グローブ触ってるとかでいいけど、ちょっとあの30センチぐらい届いてなかったからね。そういった意味ではやっぱあそこがダイビングじゃない方が状況的には良かったんじゃないのかなと。あとあのピッチャーね、長川ね、このオースティンのところでやっぱ先頭のね、宮井デッドボール、あれ痛かったね、追い込みながらバッとね、やっぱあそこをしっかりやっとけば、このオースティンの無理なかっただけにちょっともったいなかったかなと。まあ結果ね、2勝1分けで巨人の勝利になりました。さあ続いて阪神対ヤクルト、16日2対0で阪神、そして雨天中止があって、で17日は雨天中止で、18日が10対7で、阪神勝ち、阪神の2勝0敗、阪神は15勝4敗で首位、借金11、しかも4月負けたのは巨人に1回、中日に1回、なんと2敗、ここまで 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12勝2敗、4月、貯金10、強い、まあ、強いの一言。金曜日2対0完封勝利、藤浪、まあ、前半ね結構スリーボールになること多かったんだけども、そこで崩れず粘りの投球ができたのがグッ、まあ、去年とか おととしぐらい前だったら、もうあのままもうフォアボールとかデッドボールとかもう崩れていってランナー貯めてバーンって打たれる、もしくはワイルドピッチみたいなね展開が多かっただけに、あのスリーボールになるカット多かったけども、そこから粘れたのは非常に良かったんじゃないのかなと。あと5回裏ね、この梅野のフォアボールで2アウト1塁からバッター藤浪の時に、ね、このあのワンストライクからまさかの盗塁ね、キャッチャーあの中村ね投げられずで、セカンド、あそこはちょっとびっくりしたね。あの状況でピッチャーでなかなかね、だからもう全員が油断、俺も含めて、でそこを成功させた梅野の盗塁、ガッツビッググッツで、ここでヒットもダメになって、まあ、スリーボールツーストライク、やっぱりストライクゾーンで勝負していかなきゃいけない、フォアボール出したくないっていうところで、まあ、このところもね、そのツーストライクに、ね、結構シンカーをね藤浪がしっかり見逃してたっていうところが、あそこ簡単に振ってて三振だったら分かるけど、そこをしっかり踏ん張って振らないでスリーボールツーのカウントにできた藤浪の素晴らしさで、最後ストレートをねしっかり振り抜いて左中間したと、グワーッ藤浪ガーッピストルグッド、素晴らしい、しかも0点で抑えてホームランのこのツーランの2点のみ、もう昔のクワスサンバリの自分で完封して自分でホームラン打って勝つみたいなね。で6回表こう藤浪フォアボールデッドボールでランナー出すけども、ここでね矢野監督スパッと交代で、しかも小林がその後連続三振で締め、ガッと、ここの交代もね我慢せず交代したのが素晴らしかったし、その後のね小林がしっかりね抑えたっていうところもやっぱ素晴らしかったですね。でここで小林、岩佐田、岩崎でスアレスで、7K ガッと完璧なリリーフ陣、もう完璧な試合展開じゃないですか、本当に。ヤクルトはね5回表石川がねセカンド内野安打で、山崎ショート内野安打で、ワンアウト一塁でね中村のいい当たりサードゴロ、あそこをね大山が軽くさばいて 5-5-3 ダブルプレー、もう唯一のチャンスがねあそこがだったかなと。まあでもねいい当たりだったからね、まあそれをね大山が簡単に処理したっていうところもまあ素晴らしかったし、まああそこがねこの試合の一番のキーポイントだったかなと、ヤクルトにとってはね。でヤクルトは石川もねグッペッチ、まあ、次回もねしっかり期待できる投球だったんじゃないのかなと、そして20年連続、ヒットゴッツ、このねピッチャーながら20年連続ヒットを打ち続ける素晴らしい記録だったんじゃないですかね。で昨日10対7でね、阪神の勝ち、まあ、ヤクルトね小川今年初ぐらいじゃないですかね、ずっと見ててきてなんか制球悪かったですね、
全部真ん中に入ってきて、でしかもそこを阪神打線が見逃さずミスショットなく打っていったっていうところもこの阪神の打線の怖さね。まあヤクルト反撃ね、終盤反撃見せましたけども、6、7、8で7点取りましたけども、やっぱり前半のねこの4回までの8点が痛かったかなと。でまあこの日ねやっぱ一番の問題は警告試合、大山デッドボール、まあその前に塩見で、村上デッドボール当てられて、あれはねデンジャラスサインかどうかって話よ。初球インコースちょっとこう腰を蹴てボール、2球目インコース低めボール、で3球目デッドボール、3球もかけるかなっていう。もし行くなら一発目だけど、デンジャラスサイン出てたけど当てきれなかったんかなとか考えますけど、わざとかどうかは俺はもう全く分かんないし、デンジャラスサインが出てたかどうかも俺は全く分かんないけども、あの一つだけ見てて思ったのは、もう投げた瞬間そっちに行ってた、それだけは見えた。あのこう普通こうちょっとこう抜けたりする、手がこうボールこう抜けたりするけど、こう行ってた。だから岩佐の村上のデッドボールは岩佐をこう投げて、こう投げてこう出てたんだよね。だから投げてこう出てたの、だからああ抜けたのかなって思ったね。塩見のやつも投げてちょっとこう出てた、ちょっと抜けちゃったかなと。でもあの大山のデッドボール分かんないよ、俺はまあその現場にいないからね。しかもヤクルトにデンジャラスサインがあるかどうかも分かんないし、でもまっすぐ出てたような気がする。でも警告試合でもね、一言だけ言っておきます、舐められたら終わりですね。デンジャラスサインの回もあるんで、そこもしね佐々木チャンネル見てもらえれば分かりますけども、舐められたら終わりです、これだけ言っておきます。で警告試合になったと。でも結局ねまあ終盤で、ね、追いついたけども、この7回のねこの中野のタイムリーね、この2点も非常に大きかったかなと。まあそういったねこの積み重ねっていうところがね、この最後ねヤクルトに追いかけてきたところもね勝ちきれたっていうところなんで、もう前半のね攻撃もその数素晴らしかったですけど、まあ全部で16安打ね、ほんと今もう甘めに投げたら何でも打つなこいつらみたいな。でしかもやっぱりショート中野がねいい形で守備でも打撃でも貢献して機能してるっていうところが、またな今この阪神の流れを一層良くしたあの要件でもあるからと。あとやっぱり先発投手はねもう全員がしっかり抑え入れてるから、あんな先発投手いてもうガン中継ぎいて打線打つってそれは負けないよね。まあ、この連勝がどこまで続くのか、もう阪神のね強さだけを見た2試合でしたね。さあ続いてパリーグ、オリックス対ロッテ、16日3対3引き分け、17日2対7ロッテ、18日3対2ロッテ、ロッテが2勝1分け、ロッテが9勝8敗を貯金1にやっと借金ね開幕5連敗から戻して貯金1、オリックスは6勝12敗借金6。おっとパリーグは1位から4位までと5位6位が大きく離れちゃったね。まあ、ちなみにこの試合金曜日3対3、オリックス山岡ね全ての球種が良くてでも勝ちがつかずっていうね、残念っていうね、まああれをね勝たしてやれないところがねオリックスのやっぱりこうね浮上できないところなんじゃないのかなと。まあ杉本ね2回裏、レフトへのホームランで、次の打席ね4回、センター前ね、この大振りせずにしっかりね、普通ねやっぱまあ杉本もねやっぱホームラン打ちたい長打打ちたいっていうところでね大振りに、ね、なりがちなところが、そういう選手であるような感じがするところがね、しっかり2回はホームラン打っても4回にはしっかりコンパクトにセンター前打っと大振りにならないところがねガッとね。でそして7回裏ね、トングの打席サードゴロエラー、安田バーッと普通のサードゴロです、普通のです。はい、でそしてね、2アウト1塁になって吉田のねセンター前タイムリーね、でセンターからの返球、セカンド中村ねポロリしている間にね吉田がね二塁へっていうね、ああいった細かいところもねバーッとしっかりやらないと、このねあとトントントンってね行かれる可能性があると思ったところで、長川がね2アウト2、3塁でライトへのねタイムリーヒットね、ああこうタイムリーでライトマーティンがねやっぱりいるだけでセカンドランナーが帰ってこれないっていうね、この抑止力よマーティンの、あのマーティンじゃなかったらひょっとしたら回られててもう1点取られてたかもしれないところを、もう回られてないっていうね、あれがね外野手のやっぱ肩がいいとか送球がいい選手の大事さね、この抑止力でもう回らせない、だから俺らの時だったら新庄さんのとこ行ったらもう回れないみたいなね、といったところで、まあ非常にねこのマーティンの抑止力がね生きたかなと。で8回表ね、問題はここですね、ワンアウト1、2塁3点差、ピッチャー漆原、バッター安田ね、状況はワンアウト1、2塁一応安田も4番です、初球超甘いカーブ、一振りでスリーラン同点です、大バット
カウント取りかっていう、4番にっていう、しかもど真ん中に、もうちょっとあるよ。キャッチャーもそんなもうなんかアウトコースちょっと甘めに構えてたし、もうバッテリーともに意図がもう感じられないね。普通こうなってきたらホームランだけはまずい、でもこのままの流れでいきたいってなったら、で4番初球から勝負球で入るとか、もしくは追い込んだつもりで厳しいところを狙って投げるとか、普通にもう緩くカーブトーン一線、それはもう大バットでしょここはね。でそれで同点に追いつかれて山岡の勝ちを消すっていうね。そもそもこの流れが後の2戦の負けも全部引き継いでるような気がします。でまあオリックスはねチャンス多かったと、1回4回6回8回ともうチャンス多かっただけに、もっと手取れたところで取れきれてなかったっていうところがね、またこういったところにつながりましたし、逆にね二木はね粘り強くしっかり投げ切れたかなっていうところでね、まあこの引き分けに持ち込めた二木グッとね。で11日2対7ロッテね、オリックスはもう3つのエラーね、杉本初回、ノーバンカーワンバンカー迷ったね、あの迷ったところが正直処理を誤るっていうね。で7回の中村打球、あのエラーはねエラーじゃない、あれは仕方ない、あれエラーにしたらかわいそう、あれはもう突っ込んでいって取れなかったっていうだけであって、あれはねエラーじゃない。で太田9回プリーンバッ、問題外問題外バット、ね、でロッテはねそつなく完璧な勝利、もうね安田が20打点今打点をゴッね。でハーマン空川とね安定した投球がねしっかりできていて、流れもできたから、まあここがハマればねいつでも上位に行けるかなっていう形で、見ててもロッテ圧勝で、もう特にトピックなしみたいな感じの試合でしたね。18日、2対3でロッテの勝ち。まあねオリックス杉本グッね、4回裏同点タイムリーレフト前ね、6回裏ショートヘッドスライディング下手くそだったけどね、ヘッドスライディングがすっごい下手くそだったけど、もうセーフグッ、もうちょっと練習しよう、怪我するぞ本当に、あれは足先ついてたぞ、しかも曲がってたしね。まあ、あとね両投手、宮城鈴木ともにね本当持ち味出して素晴らしいピッチングだったかなと。まあ持ち味ね鈴木は、力強いストレートでねどんどん投げ込んでいったし、まあ宮城もね緩急つけながらコントロールもね非常に良かったんじゃないのかなと。でね問題は2つ、まず1つはね頓宮7回先頭ねパスボール振り逃げね、でこれ失点にはつながってないけど、ああいったところをちゃんとやらないと打線の流れがね相手が変わっちゃうっていうところでしっかりやらなきゃいけない。あとね普段からランナーいない時でもちょっとポロポロしすぎ、もうちょっとああいうところをちゃんとやってこないと、もうだから簡単なねパスボールをしてねピッチャーに迷惑かけていく、そういったところはね頓宮にねバーン、ね、もうちょっと練習から丁寧にねやるっていうところをちょっと軽いかな感じ的にやっていかなきゃいけないなと。であとね9回ヒギンス4四球2失点逆転バーン、全くストライク入らず、でここでねストライク入らない時にもっとキャッチャー多分変わってなかったと思うんだけど、頓宮がもっと考えなきゃいけないね、入らないのに同じとこ構えすぎ、結構アウトコースの際どいところ、もうあれだったらもうど真ん中ぐらいでもう力勝負とチェンジアップでよかったんじゃないのかなと。まあ岡ねで、まあ、悩んだよく打ったんだけどもね、あれは岡ね素晴らしい、まあ先日ねホームランと同様ガッね。であの時点で正直もうピッチャー交代してもよかったかなと、ちょっともう切れかかってるヒギンスが、で荻野フォアボールここで変えてもよかった、その逆転されるまで待たないで、ここでもう荻野からいけないんだったらもうマーティンで能見でもよかったんじゃないのかなって見ながら思いましたね。だからちょっとピッチャー交代逆転されるまで待つのは遅すぎたんじゃないのかなと。でね9回高劣勢になった場面で先頭出しちゃったらもう絶対和田とか出てくるんで、ロッテはね先頭出したら下手したらツーベースっていうね、形があるんで、やっぱ9回とかの接戦の時にやっぱ先頭ねフォアボールで出すっていうのは1点差とか同点だったらもうロッテに対してはもうね命取りになるっていうところはねしっかり相手チームは思っとかなきゃいけないかなと。でねこう9回裏ね2アウト満塁同点でねマーティンこのねワンストライク後にね初球ストライク取って2球目高めのねインハイ行くのね、もうバーッと、もうそんな余裕ないよ、そこまで3フォアボール出してるのにそんなボール使う余裕なんて全くない。あの結局1球が最後のフォアボールにつながっていくし、もうこういったところをその中でお役所仕事的にもう言われてるからその通りもうなんか定石通りやっていくっていうのじゃダメよ、まあそこはもう打たれても何してももうどんどんいい球を投げさせていかなきゃいけないし、で岡の時も4球連続ストレートだったんだけどチェンジアップ1球挟んでた、全然違ったのに、しかもストライク先行してるんだからあのチェンジアップ挟めないのは
やっぱパスボールワイルドピッチが怖かったのかって思われちゃうのよね。そういったところもやっぱそのパス振り逃げとか普段からポロポロしてるところが配球にひょっとしたら影響してきたのかもしれないっていうね、ああいったところがね、やっぱりこの締めていく、ね、球界を締めていく部分ではもう不安定すぎるバッテリーともにね、そういったところが見えました。全体的にオリックス雑です。去年と変わってない感じが全くね。そういったところはもうちょっとしっかりやっていかないと、まあそのね、いい戦力いるって言われ続けてて結局勝てないところはやっぱこうね、この小さいところよ。行きたいけど行ききれない自分の技術ミスなのか、もしくは無駄なことする、それ言われた通りやる、定石通りなのか、それはベンチも含めてそうだよっていうのを教えてあげないと今後も多分同じようなことをすると俺は思うってところはしっかりね勉強していってもらいたいですね。まあもったいなかったね。オリックスとしては2勝1敗で勝ち越せた展開だっただけに、2勝1敗で勝ち越したところを2勝1分けになってるからね、この差は大きいんじゃないのかなっていうね、3連戦に見えましたね。さあ続いて西武対ソフトバンク、16日2対1で西武、17日7対1でソフトバンク、そして18日4対4で引き分け、17日ソフトバンク今季西武に初勝利ってね、いうところになりましたけども、16日、まあ、両投手好投しましたね。まあ、西武高橋コーナーでソフトバンク石川ね、まあ、2人とも素晴らしい持ち味出したピッチングが出たかなと。まあソフトバンクはね、初回グラシアムね、ホームランドーンってね行って1点取ったところを、西武はね1回裏若林はね、ツーベース、これグラシアルは打球見失ったのかな、それとも諦めたのかな、あのフェンスの普通の多分取れるところにフェンス当たったよ、あれちょっとね、なんなん、逆に聞きたい、なんでそんなことが起きたのかがね、もうバットなのかどうなのかも分かんない、どしゃっていうね。で結局ツーベースになって源田がしっかりバンドして、で石川のねワイルドピッチ、まああれもねちょっと止めるの難しい、結構ね横に行ったんで、まあでも結局この2つのねワイルドピッチとそのグラシアルの打球見失う、諦めるっていうねミスでね、この1失点してしまった、このソフトバンクにバッと、ソフトバンクにね、これはやっぱりせっかくグラシアルのホームランで1点取ったのに、すぐさまねちょっとミスらしいことで1点取られるっていうのは非常にまあもったいなかったかなと。で、ね、6回裏森がね、ライトへのホームランね、練習で打ち方見つけましたってね、本人がヒーローインタビューで、ね、語ってましたけども、見つけましたって言って土曜日が4打5でしたでもきっちり日曜日は4打数2安打打ってるんでね、まあ見つけてもね、やっぱ相手のピッチャーがいるんでなかなか打てないんですよ、そんなね簡単じゃないんですけど、でもいい感じだっていうことをね言いたいんだと思うけど、それはねまあわかるかなっていうね。でまあでもしかしね、森君7回表ねパスボールバッとね、あれはダメです、あのパスボールは。やっぱそうなんかちょっとずつのミスがあるから、守備ねもうちょっと構え方とかずっと一緒だから、もうちょっと改良してもねいいかなって、ね、思うところがあります。で3回表柳田463ダブルプレー、ここねセカンド山田の、ね、打球処理がめっちゃ早いの、これね映像もし見返せる人あったら見てほしい、このね3回表の柳田の463ダブルプレーのセカンド山田の打球処理めっちゃ早い、おー早いと思って、だからゲッツー取れたから、あの守備は非常にね素晴らしかった、グッと山田グッと、昨日もね打ってガッツポーズしてたけど、グッと頑張りにくいって、ね、で高橋コーナーね2ボールが7回の3回のみ、7回に3回あったのみで2ボールないの、ずっとほぼストライク先行で2ボールなることもない、非常に良かったんじゃないのかなと。まあ結構ね高橋コーナーも四球でねフォアボールで崩れていくタイプだけど、まあ、7回表にねしっかり踏ん張ったっていうところはねしっかり良かったし、その時もねミスをね取り返す森のねファールフライ、あれをねもう必死で取りに行った姿もねガッツね、でしかもね高橋コーナーね6回のね柳田の攻めが非常にね良かったかなと。このまあ10球ね粘られながらもしっかりスリーボールになっても縦スラとかねフォークとかをしっかり投げ切って、最後はねインコースのストレートに見逃し三振取った、ここをねフォアボールで崩れていくとこなくしっかり投げ切ってね三振取った、このね6回表のねこの柳田に対する配球あと投球非常にねグッと素晴らしかったんじゃないのかなと。で17日7対1でソフトバンクね、まあ、西武ね浜谷ちょっと全体的に制球が甘い、ね、この後抹消されましたけど、ちょっと真ん中に集まってちょっと球も緩いかなっていう感じしましたね。まあ、そこをね見逃すことなくねソフトバンク打線グッと、ね、しっかり打ち抜いたっていうところも、まあ、素晴らしかったですし、ソフトバンクは、ね、2回表2アウト1塁でね甲斐のセーフティーグッと非常にうまかったですね、リクエストになりましたけど手がね先入ってたかなと、まあ、あの時のね中村武也のね守備もねグッと、まあ、あれはもう精一杯のねプレーだったかなと、あれ以上のことはできないんでね、プロのプレーがね
見れたかなっていうところでしたね。高橋ね、例こちら、いや、まあいい感じね、低めしっかり投げ切れたことが今日良かったかなと。まあ高めに来るとね、いいバッティングは結構西武打線にもされてたんですけども、まあ先頭4回裏ね、先頭の森ね、セカンドエラー悪送球、川島はちょっと珍しいね、あんなポーンっていくのはね。でワンアウト一二塁、アイドがねインコースをね、あのコンパクトにセンター前タイムリーグッね、結構ねパンチ力あってね、こう強いスイングって見えますけど、ああいうところのねコンパクトのスイングっていうのは非常に良かったかなと。あと9回ねスチュワート出てきて、ちょっと高めに行くのはねちょっと抑えが効いてないんで緩い感じに見えましたけど、低めに行った時はしっかり抑えが効くとね、ちょっと強さ角度ともにあったんで、ちょっと早くね低めにと高めでは低めの方がね早く感じたかなかなっていう投球見えたんで、まあ、森がいないっていうところで、ひょっとしたらね後ろのいいところでスチュワートが今後ねうまくいけば出てくるようになってくる可能性はね十分にあるかなと。あとマッチがね熱そうでホームラン打ってね、まあ、マッチが打ち出すとねこのソフトバンク打線の勢いがねついてくるっていうような、気がしますね。で昨日は4対4ね、の引き分けでしたけども、ソフトバンク柳田ね4打数4安打1勝利、うお上がってきたかなと。柳田がね打ち出すとちょっと怖いかなと。でね3回ドラのねタッチアップをね森がタッチアップしてスリーベース打ってからのタッチアップでね、あの柳田が本塁にね送球グッと、まあ、ちょっとこういうところでね波に乗ってくるとね怖いかなっていうところもありますよね。あと初回のねこの攻防も面白かったですね。柳田がね盗塁して栗原がタイムリーでね、西武は若林がねショートの内野安打できてて、盗塁でね源田がタイムリー打って、でその後ね三塁まで行ってウーネンティンのね逆転のセンタータッチアップね、こういったところ西武もね最近若手結構出てるんですけどね、攻撃にそつないんだよね。でしかも相手のミスについて、もしくはねこの足でかき乱してバンとしたり犠牲フライっていうね、この着実に点を取ってる野球っていうのは西武ね素晴らしいかなと。まあ、6回表ねノーアウト1、3塁で平井ね森ワイルドピッチ痛い、ちょっと森反応遅いかな。その後ねしっかり止めれてるだけにね、もうちょっと反応良ければ、結構外側スライダーに逃げたけども結局外に構えてたから、あれ反応できると思うんだよね。ちょっと遅かったかなと。あの1点はね正直もったいなかったな。で7回裏ね西武攻撃見事、下位打線でねあそこをしっかり取り切るっていうのは素晴らしかったね。あの時にまあブランドがねセンター前ヒット打って、で西川がね送りバントで、山田がねタイムリーでねガッツポーズしながらの若林のねタイムリーっていうところで、まあ、あの下位打線の連動とあの若手の連動が最近の別れをすごいね、別れを全体にグーだね。あのまあ主力がね山川、殿崎、栗山などなどちょっとねこうで金子がねこう全然調子が上がってこないっていう中で、代わりに出てるね、まあ、山田で若林でウーネンティとかね、でまあ西川とか、まあ、鈴木とか、そういったところのね若い選手たちの躍動感非常に本当にね素晴らしいし、見てて面白い。最近の西武の試合はね、まあ、勝ち負けあるけど見ててね非常に面白い試合で飽きないかなっていうところもねありますね。でまあソフトバンクはねもう勝ってて9回表にね中村晃の同点ホームラン、まあ増田は攻められないね。もうそんなねあそこを完璧に打たれたらね、もう中村褒めるかしかない。中村クラッとナイスバッティングね、これ編集できるかな、中村グホームランっていうグーです。ということでね、まあ1勝1敗1分けの五分でした。はい、さあ最後に、日本ハム対楽天、金曜日1対4で楽天で、土曜日4対1で日本ハムで、日曜日4対1で楽天、全部4対1です。2勝1敗で、楽天の勝ち越し。まあ、金曜日はね、もう涌井、もう10三振、ね、コントロール抜群、グッと。もう非常に安定してるね。こうなんかちょっとシュート気味に行く球もないし、あの、体重の乗りも素晴らしいし、腕の振りもコンパクトな割に、球威、球速しっかりあるんで、非常に素晴らしいピッチングだったかなと。で、日本ハムはね、バーヘーゲンが隔離上げで、ぶっつけで登板どうなんだろうと思いましたけど、まあ、ぶっつけの割に良かったですね。まあ、早めにね、あの交代して、まあ、調整登板、まあ、先発がねなかなかいないんで、まあ、調整登板だったのかなっていうところもねありますけども、まあ、何回だったっけな、3回か、まあ、隔離明けでね投げた割に非常に良かったなと。あと川野君もね、やっぱり川野もやっぱ短いイニングだったらいいね、やっぱいい形でねしっかり投げ切れたんじゃないのかなと。その後ね見事に、まあ、2人で6回投げてね、まあ、1失点だけなんで非常にね素晴らしいあのピッチング、だったかなと。であとやっぱりね、日本ハムはやっぱ投手陣がね、そのバーゲンがこのね隔離明けですぐ投げたように、やっぱ投手陣がねちょっと薄いかなと。7、8、9回ね1点1点1点で3失点失う、これはちょっときついですね。この接戦の流れの中でね、非常にいい試合を前半している中でやっぱ終盤1点1点1点取られるのもね
で、まあ、バッティングの方も5回以降ね、無安打っていうところで、まあ、結局はちょっと苦しい敗戦になったかなと。で、楽天はね、黒川、ちょっと体がね、ちょっとさらにでかくなったんじゃないのかなと。で、7回ノーアウト2塁でね、あの初球からスライダーね、まあ、ライトタイムリー、まあ、最低でも進塁打を打とうっていうね、頭があったんじゃないのかなっていう打球のね、感じに見えましたけども、まあ、それをしっかりね、ヒットにしたっていうところもね、素晴らしいし、タイムリーね、このタイムリーね、7回大きかったかなと。まあ、勝ち越しですからね。で、まあ、小深田の足ね、8回表右中間でね、スリーベースっていうところも非常に良かったし、その後島内がね、きっちり犠牲フライ、まあ、浅間のね、肩も魅力的に非常に素晴らしかったんですけども、まあ、さすがにちょっと小深田のね、足が速かったかなっていう、まあ、あのタッチアップのね、クロスプレーも非常にいいプレーだったかなと。で、9回表ね、2アウト2、3塁でバッター太田ね、サード、内安打、谷地サード、あれね、取ってやらなきゃ、まあ、打球が早かったけども、あれを取ってやったら、ピッチャー喜ぶっていうかね、やっぱあれをしっかりね、処理していきたいなっていうね、感じはしましたね。難しい打球だったけどね、だからバットまではないけども、あそこはしっかりね、処理していきたいかなと。で、11日、4対1ね、日本ハム。こちらはね、あの楽天、田中、初登板っていうところでね、どんなピッチングするのかっていう中で、中田がね、初回、ちょっと逆球をね、ツーランホームラン、今季初。で、2回、石井がね、ちょっと高めに浮いてきたところをライトへホームラン。これが、2、3年ぶりだったかな。で、6回で、ね、あの、牧田から中田がホームランっていうところで、ね、ちょっと、あの高めを、まあ、中田で石井に打たれるっていうことは、ちょっと力がまだないのかなと。だからまだ、その、挑戦段階、100球、2回投げて、挑戦に進んだんで万全ですよと本人は言ってますけど、まあ、それは本人は言うんですよね。万全だから、それは、だって万全だから投げるんだからね。でも、この結果だけから見ると、まあ、すべてを悲観することはないけども、この試合だけ見ると、まだ若干高めの球は力が入ってない。力がないのかなと。だからそこを簡単にね、打ち込まれるのかなと。あと、淡々と投げてる感じが印象がしたんで、ちょっと全体的に迫力が、なかったかなと。で、浅間にもね、高めのストレートをね、打ち返されてるっていうところもあるんで、ちょっとやっぱ全体的にこの下半身の粘りっていうか、下半身のこの強さっていうところがね、状態に伝わってないのかなっていうところに見えましたね。まあでもこれでね、そんなに別にあの、ひらめきがね、大きな何か炎症とか不安がないんだったら、ここから多分上げていくんでしょうから、あの、まあここからね、徐々にまた次の登板もね、期待したいですし、でもこの試合に関してはね、ちょっとストレートがね、あの、球速は出てましたけども、ちょっとバッターには力なく感じたのかなっていう印象がありましたね。でも逆に噂はね、カットボールスライダー軸にね、両コース精度もよくね、グッと。被安打3ということで、この田中マークにね、勝ち切ったっていうところはね、まあ、今、日本ハムのエースとしては非常に素晴らしいピッチングだったかなと。あと楽天ね、7回表、ノーアウト1塁でね、1対4、3点差負けてるのに、あ、バントなんだっていう。で、鈴木大地がバント失敗して1号でアウトになって、3点差あるのに、まあ、7回で2点取りに行くんやと思って。で、しかも、大地があの時、何番だったかな。6番だったから、まあ、サナダとクローカーも状態いいって言っても、下位打線に行くのに、まあ、大胆も考えてたのか分かんないけど、なんかちょっと消極的に見えたなって、あのバンドはね、まあ、2点差だったら分かんないけど、3点差。だから今年、石井監督の作戦見てて、初めて、って思った作戦だったんですね。まあ、ここをね、鈴木大地がしっかり決めきらなきゃいけないんだけど、失敗したっていうところもね、痛かったですけども、あと、まあ、一つ考えるのは、前の試合もそうだったけども、中継ぎ陣の状態悪いから、とりあえず1点差にしとけば8、9で1点ぐらい取れるやろうっていう考算だったかもしれないね。まあそういったところの考察、まあ考えをね、こう理解しようとするならばそういうだったのかな。でもちょっとって思いましたね。で、18日ね、1対4で楽天の勝利ね。まあ日本ハムね、初回近藤のね、ホームランでね、1点取りましたけども、まあ前日からね、ホームランで点取ってるんで、ちょっと打線が繋がらないっていうところがね、ちょっと日本ハムのね、この強さっていうか継続して勝っていくっていうところがね、きついところかなと。逆に楽天早川ね、初回、まあ、ホームラン打たれましたけども、毎登板いい意味で変わらない、グッド、非常に安定的、もういつ見てもなんかもう、まあ、そのミスターコントロールと言われた小宮山監督の教えを守ってるかのように、いつ見ても淡々と同じ高いクオリティで投げ続けて、疲れも見えないし、非常に素晴らしい、ピッチングに、見れば見るほど最初はね、なんか怪しいなってまだ思ってましたけど、見れば見るほどすげえなっていう風にね、あの、感心させられるピッチングに見えてね、非常にいい投球だったんじゃないのかなと。あと2回表ね、ノーアウト満塁、太田2ボールからスクイズ、グッ、
ここも石井監督のスクイズうなりましたね。すごいですね、この状況でスクイズね、まあ、しかもピッチャーアーリーに、ね、外国人投手だっただけにウエストとかもないだろうし、そこを、ね、きっちりで、まあ、制球もそんなに、ね、ばらついてるわけじゃないんで、ストライク近辺に来るだろうという読みでね、非常に素晴らしい読み でここで、ね、しっかり太田も決めて素晴らしかったですね。であの後ね、まあ、辰巳以降後続続かなかったんですけど、辰巳も続けるスクイズしても面白かったですけどね、非常にっていうような見方でね見てました。で、まあ、その前のねこの岡島のねバンドヒットサード、あれはねもうコミュニケーション不足ですね。やっぱり練習に来てなかったんで、ああいったところの声の掛け声の統一性とか、どっちがどういくっていうね。で多分アーリンもそもそも左ピッチャーだし、ひょっとしたらそのバンド処理が得意じゃないのかも、まあ、早々に諦めてたんで、で結局ねセーフにしてしまって、まあ、満塁にしてしまったっていうところでね、まあ、ああいったところがねやっぱこの急増やっぱすぐ来てっていうところで、細かいところのねコミュニケーション不足っていうのがねちょっと失点を招いてしまったかなと。で2番もね、初回上野のねセカンド悪送球とか、3回ね石川ワイルドピッチ、ワンバンね取れるところはまあ取らないとっていうね、石川はねキャッチャーとしてしっかり取れるところは取らないとっていうね、あのワイルドピッチも非常に良かったし、で鈴木大地のねあの万波ねあのスリーベースになった万波、あのちょっと多分ね出足迷ったと思うんだよね、ちょっと動きが鈍かったから。で体勢もノーバンで行こうかワンバンにしようか迷いながらダイビングしてるんで、あそこはもう迷ったらダイビングしちゃダメね、ああいったところの三塁打っていうのも非常にもったいない。でもね5回鈴木大地のライトねオーバーランしたところを、まあ、タイムリーヒットね、オーバーランしたところを中田が迷わずね、でセカンドもしっかり入りきったんですよ。あそこはね行く、だからそういう細かいところもできてるから、もうちょっとこの繊細にね日本ハムもまあ若手がねいっぱい出てるんで、逆にあとはベンチがそういったところの指示もしながら教育しながら、ああいったところをね、まあ、積極性を失わないようにしながら、そういった細かいところをねきっちりやっていくことがやっぱり試合ではねこの接戦を勝ち切るかどうか決まってくるんで、まあオリックス同様ちょっと日本ハムもね全体的に雑かなっていうねところは伺いましたっていうところで全試合終了です。続いて今週からは阪神巨人戦、おっと首位攻防戦、ここでどうなるかね、この前巨人がねあの負け越してるんで、これがどうなるか結構ね注目どころの試合ですね。あとが広島対ヤクルトで中日対 DeNA、まあ、ここら辺はねもうちょっとね離れ切ってきてるんで、ここ詰めていくためにはこのど、ね、下の連中とかのところでしっかり勝ちを拾っていくっていうところもね大事ですよね。でパリーグがソフトバンク対楽天2連戦首位攻防戦、ソフトバンクもね柳田が上がってきてるから、そこがねどうなってくるのか、あと岸則本がね来るから、そこでソフトバンクとね戦いどうか。で西武オリックス、西武がねこの若手の上り高、西武の若手の勢いとオリックスの若手の勢いでこうずこの断然差が違うんだよね。そういった意味でもこのオリックスのねもっと雑なく野球、この1点をねこのなんとか取りに行こうっていう姿勢非常に大事になってくるのかなと。ロッテ日本ハム、ロッテはね上り調子できてて、ちょっと日本ハムはねちょっとこうなってきてるんで、そこがねここのロッテはね日本ハムを食って勢いに乗りたいし、日本ハムはねここのロッテ戦で負け越したらもうドーン行きそうな感じがするから、そういった意味はねどんな試合が見れるのか注目です。さあ最後にベストライン、先週のベストラインです。パ・リーグからピッチャーロッテ石川復帰登板1勝5円もキャッチャー西武森打ち方練習で掴んだらしいです。ファースト楽天鈴木大地、やっとお目覚めか、でもバンドはきっちりしよう。セカンド楽天浅村森の都、サードロッテ安田今打点を、ショート西武源田46、レフトソフトバンクグラシア全力疾走、センターソフトバンク柳田神様お目覚めか、ライトオリックス杉本ラオウ。でも俺はこれを見ながらいつも思う、これした時は死んでるんじゃないのっていう。 DH オリックス吉田マッソ。セリーグいきます。ピッチャー阪神藤浪二刀流日本にもいたぜ。キャッチャー阪神梅野梅ちゃん。ファーストヤクルト村上世代襲名。セカンドヤクルト山田哲人復調。サード DeNA 宮崎浜野安打製造機。ショート阪神中野もうレギュラー。レフト阪神
サンズ海星日本バレーサンズ、センター巨人松原明星大学、ライト巨人梶谷海星高校、2人とも星が入っているスター。特別賞ありますセ・リーグ巨人菅野カップゴーツ。さあということで今週も佐々木チェックきっちり1時間喋らせていただきました。さあ今週もねどうなることか、まあセパともにね首位攻防戦あるのでそこをねぜひ注目していきたいと思います。ということで明日からのプロ野球も要チェック。